Google Hangout は Google が提供する統合メッセージングサービスである。PC 用には Google Chrome の拡張機能、モバイル向けに Android、iOS のソフトウェアが提供されている。SMS や MMS のほか、文字によるチャット機能や最大150人まで参加可能なグループハングアウト、音声によるインターネット電話機能を備える。またビデオ電話機能が搭載されており、ビデオ電話機能によるビデオハングアウトでは同時に最大10人までの会話ができる。ハングアウトオンエアが可能で、Google+ や YouTube 上で一般公開されている様々なトピックの視聴もできる。Google ドライブと連携して離れたところにいる人と画面共有、共同作業を行うこともできるようになっている。PC 版では Chrome リモートデスクトップとの連携ができる。これはハングアウトで通話しながら相手のパソコンをリモート操作してトラブルシューティングするなどの使い方ができる。専用アプリ等がなくとも SMS や MMS の利用が可能だが、リリース当初は au の大半の端末及びソフトバンクモバイルの一部端末などで元からの SMS や一部メールアプリが競合してしまい、どちらのアプリでも自動受信ができない不具合が発生することが明らかになり、ハングアウトでの自動受信を停止することを推奨していた。なお、NTT ドコモの端末では、いずれのものでも当該現象は起きていないことが明らかになっている。2013年5月15日に Google トークの後継として公開された。これをもって Google トークはサービス終了した。ハングアウトは Google の一機能だったが Google I/O 2013で再定義され総称となった。2015年8月には Google から別サービスになった。2020年4月、ビデオ会議機能を Google Meet、チャット機能を Google 社としてそれぞれ分離。残されたテキストメッセージ機能については、2020年後半をめどに Google 社に統合し、ハングアウトは廃止される予定である。Google トークの後継シャープ製のほとんどと、富士通モバイルの端末のうち、201回及び202回のようなオペレータ提供アプリではなく、端末メーカー独自のアプリにより、いわゆるキャリアメールの送受信を行う端末が該当。ウィルコムの端末でも、該当例があるとされるが、EM-01F を含む e アクセスではなぜか、該当例が報告されていない。ありがとうございます。